皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットの社です。本日の卓球知恵袋なんですけれども、青春ラウチューということについて紹介したいと思います。この青春ラウチューってどういうことなのかっていうところなんですけれども、正しい手に、まあ、ラーメンのラーだと思うんですけれども、手辺に立つで、チューっていうのは球なんですけれども、中国語でこれをフォアハンドドライブっていうらしいんですよね。で最近、まあ、私も日々まあ、いろんな卓球の勉強をしてきて、まあ、中国ではやっぱりこう細かく、文字でいろんな、技術を紹介されていると。その中で青春ラウチューっていうのがあるんですけれども、青春っていうのは正しい手っていうのはフォア、まあ、フォアハンドっていう意味で、でラウっていうのはラウチューっていうのはドライブっていう意味になるらしいんですけれども、このラウっていうのが実は引っ張るっていう意味があるらしいんですね。その G 単体としてラウっていうのは引っ張るという意味があるそうです。でどうしても日本だとこうドライブとかこういうより前にスイングする、まあ、さっきももうちょっと口に言ってしまったんですけど、やっぱりドライブって前にスイングするみたいな意識がありますよね。でも中国は逆で引っ張る、逆に後ろの方に引っ張ってくるよっていうような意味があるらしいんです。で実際私もこのことを知ってから、私たちが開催している講習会で実際に実践してみたんですけれども、まあ、ドライブがやっぱり速くなったとか回転かかるようになった、あとすごく目に見えて効果があったのはフォームがやっぱり綺麗になったっていうことですね。やっぱりレディースの方はどうしてもドライブができないっていう悩みがあるんですけれども、その時にどうしたってこう前に押しちゃってる、押すスイングの人がどうしたって多いんですけれども、この引っ張ってきてください、首に巻くようにスイングを引っ張ってきてくださいっていうと、まあ、途端にドライブが速くなったり回転がかかるようになった、あとはその目に見えてフォームが綺麗になった、スイングが綺麗になったという効果があります。では実際にプレイ動画をご覧ください。